それでは第2部のセッションに移らせていただきます。第1部のセッションで外観検査 AI を開発するための基本的なワークフローや使える機能についてご紹介いたしました。このセッションでは皆さんが実際に外観検査 AI を開発するにあたって、まずはじめに直面するであろう課題に先回りして解決策をご紹介します。解決策としての具体的な 機能としまして、パッチコアをはじめとする外観検査 AI 専用のライブラリーが出ておりますので、23A でリリースしたそれらの機能についてもじっくりと紹介していきます。さて、早速本題に入っていきたいと思います。皆さんが実際に外観検査 AI を開発されようとするときに、まず直面する課題として、このようなことがあるのではないでしょうか。 どのようなアルゴリズムを使えばいいのか。そしてどのように検証すればいいのか。そしてそもそも学習できるほどのデータ画像がないという課題をお持ちの方も多いのではないかと思います。このセッションではこれらの疑問に答えていきます。マットラブには外観検査 AI 開発専用のライブラリがあります。a u t o m a t e d Visual Inspection Library です。 このライブラリーはコンピュータービジョンツールボックスのアドオン製品となっていまして、コンピュータービジョンツールボックスのライセンスをお持ちの方であれば、追加の料金なしでダウンロードが可能です。22B からリリースされており、外観検査 AI 開発を加速する様々な機能を提供しています。機能をざっとご紹介しますと、22B では FCDD という異常検出器をサポートしていました。そして、正常と異常を分けるを計算するための関数であったり、 異常箇所をヒートマップで示して定性的な検証を行える UI ツールなどをお使いいただけます。これらの機能については後ほど詳しくご説明いたします。最新の 23A では大きなアップデートがありました。まず、異常検出機として使えるネットワークにパッチコアとファストフローというネットワークが加わりました。 パッチコアはお客様からも要望が多い有名なネットワークになります。また、ファストフローもより新しく性能が高いものになります。そして 22B までですと、アプリ化して産業用の PC 等に展開する方法はあったのですが、23A からはこれに加えて、開発したネットワークを C コード、GPU コードに自動で変換できるようになりました。 この機能を使ってエッジのデバイス等に組み込んでお使いいただくこともできます。では、詳しく機能について深掘りしていこうと思います。まず、パッチコアについて概要と原理について簡単に紹介したいと思います。この手法はとても手軽にできますし、かつ精度も割と簡単に出せますので、まずお試しいただきたい方法だと思っています。 大きな特徴としてニューラルネットの学習は一切不要です。そして正常画像のみで学習することができます。ベンチマーク計測用の有名なデータセットで当時のソータを達成した信頼性の高い手法です。原理について簡単に見ていきます。まず用意するのは学習済みのネットワークです。これは ResNet などを使うことができます。 ネットワークの中間出力を取っていきますと、例えば256次元などの多チャンネルの特徴を得ることができます。中間出力ですので、元の画像から低解像度化してはいますが、各画素について多チャンネルの特徴が得られます。一つのパッチ、つまり一つの画素について見ていきたいと思います。簡単のために二次元で考えましょう。一つのパッチについて正常画像サンプル分特徴点が打たれて、 正常画像の特徴を反映したこのような分布を得ることができます。これをメモリーバンクと呼んでいます。異常検査をする際にはこのメモリーバンクを使うんですけれども、学習サンプルが大量かつ多次元のデータでは、このメモリーバンクの容量も大きくなり、計算量やコストに響いてきます。パッチコアでは、ドン法という方法を使って分布の大まかな形状を保持しつつ、 データををまびいて、軽量化、化計算の高速化を達成しています。では、このメモリーバンクを使ってどのように異常検知をしていくのでしょうか。異常判定したい画像についても同じように、学習済みのネットワークから中間出力を持っていきます。得られた特徴ベクトルとメモリーバンク上での最近傍点を見つけてきて、距離を計算します。正常データに近い特徴のデータであれば、分布に近いところに点がいくはずです。 異常なデータでは異なる特徴を持っていることが想定されますので、メモリーバンクから遠い点になっているはずなので、最近傍点との距離の代償によって正常異常判定が可能になります。ファーストフローについても簡単に原理を説明しておこうと思います。ファーストフローも正常画像のみで学習することができます。そして当時の操作を達成した信頼性の高い方法です。 異常判定の考え方はパッチコアと全く同じで、正常データの分布と検査したいデータとの距離を比較することで、正常か異常かを判断します。パッチコアとの違いは、学習済みのネットワークから得られた特徴空間をそのまま使うのではなく、その分布を正規化フローを使って、標準正規分布に変換する点が異なります。標準正規分布であれば、誘導を簡単に計算できますよね。 ゼロに近ければ、誘度が最大で、分布から離れるほど小さくなります。正常データを使って、この正規分布に変換するようなネットワークを学習する必要があり、この部分がファーストフローと呼ばれています。異常データは、うまく変換されるはずがないので、優度が小さくなり、異常度としては高いということになりますので、異常を検出をすることができます。中間出力の各画素でこの変換を行いますので、異常度のヒートマップの可視化も可能です。 パッチコアではニューラルネットの学習が不要でしたが、ファストフローでは標準正規分布に変換するためのニューラルネット。この真ん中の部分ですね。こちらを学習する必要があります。この中身の形も決まっていまして、基本的に 3×3 や 1×1 の畳み込みで構成されているようです。詳しくは論文をご覧ください。学習済みのネットワークとしては、ビジョントランスフォーマーや、 デスネットなどの CNN が論文中では使われております。23A で提供している機能ではデスネットを使うことができます。さて、それではこれら新しいネットワークを使って実際に外観検査 AI モデルの開発をしてみましょう。このライブラリで想定している開発のワークフローはこちらの通りです。学習用の画像を収集し、モデルを学習します。 次に、正常異常を分ける式位置を決定します。ネットワークと式位置が決まれば、異常判定できますので、検証を行いまして、妥当な性能が実現できたら、組み込み機器等に展開実装していくという流れになります。具体的なアプリケーションに沿って開発をなぞれるサンプルを用意しています。さっと目を通すだけでも全体の流れをつかむことができます。 残念ながら、パッチコアやファストフローを使ったサンプルは現状ありませんので、今日はこの中から真ん中のこの FCDD ネットワークを使ったサンプルを、パッチコアやファストフロー用に書き換えてみましょう。皆様がサンプルをお使いになるときも、お手持ちのデータセット用にうまく書き換える必要はどうしても出てきます。そういった際の参考にしていただけるように、本日はサンプルのどこをどう変えて、パッチコアを適用できるようにしたのか、手持ちのデータセットに適用できるようにしたのか、 といったことも合わせて説明したいと思います。それではサンプルの書き換えの過程を見ていきましょう。まずはデータセットの分割割合の部分に注目してください。元の FCDD を学習するサンプルでは少量の異常画像も学習時に使っているんですけれども、パッチコアは完全に正常画像だけで学習します。ですので、学習用に分割されていた異常データセットの割合をゼロに変更しています。 最終的に学習用のデータセットに異常画像が全く含まれないように、この2箇所も変更しました。次に肝心の学習するネットワークの定義を書き換えます。マトラブの場合、ほとんど1行でネットワークが定義できてしまいますので、書き換える部分もこの1行ないし2行となります。その流れで学習用の関数も FCDD 用のものから p a t c h c o 用のものに書き換えています。 他に書き換えるところはあるでしょうか実はこの3点を書き換えればもう完了です。推論用のメソッドや異常のスコアを求める関数などはネットワークによらずにインターフェースを統一してデザインされていますので最小限の書き換えで動くようになっています。このあたりはマスワークス社で一貫して開発されているがゆえの強みです。ではサンプルを動かすところをビデオに撮っていますのでご覧いただきたいと思います。 このサンプルでは、常在の異常検知を行います。まずはじめに学習するためのデータセットをダウンロードしていきます。ダウンロードしたデータを見てみますと、正常な画像と欠けているもの、汚れがついているものの2種類の異常タイプがあることがわかります。次にデータストアを作成して、 学習の際のみにメモリにアクセスするようにします。次に学習用、キャリブレーション用、そして検証用にデータを分割します。詳しくは後ほどご説明いたします。学習用の画像には枚数が足りないので、水増しをして疑似的に枚数を増やしています。画像の反転や回転を行っています。いよいよ学習するネットワークの読み込みに入っていきます。パッチコアノーマルディテクターという関数を使います。 次はもう学習に入ります。用意した教師データとネットワークを使って学習をします。学習の進捗は蓄次テキストで表示されます。こちらのビデオは早送りとせず、実時間で録画したものをそのままご覧いただいています。このサンプルで学習している正常画像は100枚少しということもあり、GPU を使えば割とすぐに学習が完了します。学習に使った GPU は NVIDIA RTX の3060ですので、 そこまで高性能というわけではありませんが、ほんの数十秒足らずで学習メモリバンクの作成が完了します。完了しましたので、キャリブレーション用のデータセットを使って異常となる式位置を求めていきます。正常画像と異常画像からそれぞれスコアを求めて最適な式位置を求めていきます。こちらも詳しくは後ほどご説明します。 決定した式位置をもとに異常分類ができるようになりましたので、検証用のデータセットを使って性能を検証していきます。これにも専用の関数があり、様々な検証指標を一括で計算することができます。また、混同行列等を表示して、 結果の傾向を見ることとも欠かかせないかなと思いい思ます定量的な検証のみならず、異常箇所が本当に異常と判断されているかをヒートマップで可視化することで、定性的な検証も行うことができます。最近では説明可能な AI ということで、このような検証はビジネス用途では必要は不可欠になっています。 この定性的な確認をマウス操作で行える UI ツールを今起動しています。起動すると見えてくるんですけれども、元の画像と異常箇所のヒートマップ、そして異常スコアですね、をまとめて観察することができるツールになっています。詳細は後ほど紹介いたします。ということで、データセットの準備から検証までご覧いただきました。 実際の計算時間としては3分程度で完了することができ、この手軽さが私がパッチコアをお勧めする一番の理由です。それではビデオで流したところを少し詳しく説明していきます。まずデータセットの分割についてです。ワークフローの中でデータセットが必要になるのがこちらの3つのステージになります。 まず、モデルの学習には正常画像が必要になります。そして、こちらですね。そして、異常の指揮を決定する際には、正常データと異常データの両方が必要になります。これをキャリブレーション用のデータと呼んでいます。最後に、検証用に、やはり正常データと異常データが必要になります。正常データで言いますと、学習用、 キャリブレーション用、検証用で、データセットの割合は6対2対2とも、5対2対3とも、7対1対2とも言われています。いずれにしても、正常、異常データ、それぞれ割合も考えつつ、3つのデータセットに分割するのは案外手間がかかります。ですが、スプリットアノーマリーデータ関数を使うことで、 指定の割合にデータを簡単に分割することができます。次に学習が終わった後の式位置決めについて少しだけ解説します。このライブラリーでは ROC 曲線に基づいて式位置を考えます。ROC 曲線について詳しくない方もいらっしゃると思うので簡単に説明します。こちらの 左のグラフは横軸に偽陽性率、そして縦軸に新陽性率をとっています。指揮位置を変えることで、この2つの値が変化していき、その履歴を曲線として表したのが ROC 曲線と呼ばれるものです。と言ってもイメージしづらいと思いますので、こちら右上のです、ね、アニメーションをご覧ください。左側には異常スコアのヒストグラムが表示されていまして、横軸が 異常のスコアになります。正常画像に対するヒストグラムが青。異常画像のヒストグラムが赤で表されています。理想的な検出器は正常画像の山と異常画像の山が完全に分離できるんですけれども、普通はこのようにですね、重なっている領域が出てきます。ですので、この2つの山をうまく分離する敷位置を何らかの方法で決めていく必要があります。 式位置を今、青い線で表してまして、これが左から右に動いていきます。こうしていきますと、正常画像が誤って異常に分類されてしまう確率や、逆に異常画像が誤って正常画像に分類されてしまう確率が変化していくということがわかるかと思います。この変化の過程が、ご覧のように ROC 曲線として表されています。 さらに、ちょっと極端なケースで考えると、もっと理解が深まるかと思います。例えば、式位置を0とすれば、すべてのデータを異常と判断することになります。この時、本当の異常データが100%異常と認識することになりますので、信用成率は1ですね。逆に、正常データも異常と認識してしまっているので、 偽陽性率も1になってしまいます。もう一方の極端な例を考えてみましょう。式位値を無限大に設定したケースです。この場合、すべてのデータは正常と分類されますので、異常なデータも全部正常に分類されてしまうので、信用性率が0。逆に正常なものが誤って異常と判断されてしまうこともなくなるので、偽陽性率は0になりますね。 かなりややこしいと思います。最後に理想的な状態を考えてみましょう。偽陽性が0で新陽性が1になりますので、最高の性能ということで、理想の分類器はここで表されることになります。ROC 曲線がこの0、1に近づくほど、その検出器の性能はいいということがわかります。AUC という曲線の 下側の面積を指標にししたりもします本題の式位置の決め方なんですけれども、これまでの話ですと、理想状態に一番距離が近いときが最高の式位置ということになりそうですけれども、他にもいろいろ考え方はありまして、信用成立と偽用成立の差が最大になるときですとか、偽用成立と信用成立の調和平均で求められる F1 スコアが最大になるときなどが考えられます。 このマリスレッシュホールド関数では、これら3つの中からアプリケーションに応じて、式位置を自動で決めることができます。式位置を決めたあとは、定性的・定量的な評価に移っていきます。ここでは定量評価として、全体の精度や、プレシジョン、リコールといった指標を一括で計算する関数があるというのはもちろんなんですけれども、定性評価のためのツールを特に取り上げてご紹介します。 View Anomaly Detection Results という関数を使うと、こちらの UI を起動することができます。ご覧のように、元の画像と異常のヒートマップ、そして異常のスコアですね、を一括で確認することができます。 こちらの左上隅のプルダウンから推定結果と実際のラベルですね、の組み合わせを素早く変更することができます。ですので、例えば異常だとご判定してしまった画像にはどういう特徴があるのかというのをマウスでポチポチ切り替えながら観察して、その結果をもとにより精度を増すためにはどのような画像が必要だろうか、どのような前処理が有効だろうかといった検討にスムーズに移ることができます。 また、ヒートマップを非表示にしたりですとか、透明度を変えたりして元画像をよく観察できるように調整するようなことも可能です。このツールの中では、混同行列ですとかヒストグラムを表示するといったことも可能になっています。定性的な評価のために非常に役立つツールであると思いますので、ぜひご活用いただければと思います。 ここまででもともとあったサンプルをパッチコアに書き換える流れを紹介してきました。ここからさらに自前のデータを使うですとか、ファーストフローを使うというように変更したい場合の書き換えについても簡単に触れておきましょう。どこを書き換えるかは全体のフローを考えて検討をつけていきます。自前のデータを使いたいので、ここ、そしてファーストフローを使うので、ここですね、の書き換えが必要になります。具体的に見ていきましょう。 まずはデータセットの変更です。元々のサンプルでは大元の作業のフォルダーと、その下にある画像データの保存フォルダーを指定していますので、フォルダ構成に合わせてこちらを書き換えてください。次にデータセットが変わりましたので、学習用、キャリブレーション用、検証用のデータセットの分割の割合も検討が必要です。キャリブレーション用の画像や検証用の画像では、 正常異常データがうまくバランスするように割合を調整するのがいいかと思います。また、クラスが複数ある場合に、どのクラスを異常とするかの指定が必要です。今はアノーマリーを異常としたいので、ここをですね、アノーマリーと書き換えます。この名称は画像データを保存していたフォルダー名と一致させるように注意してください。 次にネットワークをファーストフローに変更します。そしてネットワークの学習が必要になってきますので、ハイパーパラメーターも変更しました。この初期値をどうするかなんですけれども、ドキュメントにサンプルがありますので、まずはそれを参考にして決めていただくのがいいかと思います。あとは学習用の関数と、最後、細かいんですけれども、学習後のネットワークを保存するコードでファイル名を書いています。書き換えは以上で完了です。 せっかくですので、ファーストフローによる外観検査結果も見てみましょう。近藤行列をざっと見ますと、性能としてはまだまだ甘く、異常の見逃しが多いなという印象です。右側のヒートマップはいかがでしょうか皆さんはこの結果から何を読み取りますでしょうか私が真っ先に気になったのは、背景ですね。で、ヒートマップが反応している部分です。 本来関係のない背景の影響を少しでも下げるために、この背景部分を削るような前処理をした方がいいかもしれないなというふうに思いました。いずれにせよ、最低限の書き換えできちんと評価まで到達することができています。皆さんもぜひお手持ちのデータで試してみてください。とはいえ、最初から全部書き換えてしまうと大変ですし、間違いも起きやすいので、今回ご紹介したように、まずネットワークを変えて、次にデータセットを変えて、 というような形で、1ステップずつ進めていくのが王道です。ライブラリで提供しているネットワークの比較についても参考までに載せています。万能な方法は現在のところないみたいですので、やはりまずは、手軽に高精度が見込めるパッチコアをお勧めしております。一点注意なんですけれども、メモリバンクを作成する際にですね、使った画像のサイズと、 異常検出したい画像のサイズが異なるとうまく動かないことが予想されます。画像のサイズを合わせるということだけ留意していただけますといいと思います。いかがだったでしょうか外観検査 AI 開発をサポートする専用のライブラリの機能を使って皆さんが直面するであろう問題であるどのアルゴリズムを使えばいいのか、そして検証方法がわからないといった悩みに少しでも答えられたかなと思います。ですがまだもう一つお悩みが残っていました。 学習できるほどの画像が手元にないというケース。こうしたケースではどうすればいいのでしょうか。一つの可能性として 3D シミュレーションを使ってデータを作り出すという方法があります。ご覧いただいておりますように、3D シミュレーションツールを使って、リアリスティックな画像を生み出すことができます。 これは m a t ラ l a b では Unreal Engine というゲーミングエンジンの機能を m a t ラ l a b ュレーターから呼び出して使うことができる API を提供しておりまして、コマンド一つで仮想空間にオブジェクトを生成して、それをカメラで撮影することができます。シミュレーションできる画像のタイプもカメラ画像だけでなく距離を測ったり、タイプを示すラベル画像も生成することができます。 このような情報が分かれば、ディープラーニングを学習する際に必要となる教師データも全自動で作ることができますので、データの収集から教師データの作成までの工数を大きく削減できますよね。一つ前提として、3D シミュレーションを行うためには、モデルが必要ということで、CAD データなどの3次元データが入手できる。そういった対象であることが前提として必要になります。実際のユースケースについて見てみましょう。 このケースでは、教師データを自動生成し、リアルのデータと合わせることで、より高精度な物体検出器を学習できた例をご紹介します。オブジェクトの CAD データから合成画像を作成し、そこから自動で教師データを作成し、この教師データを使って、ヨロ V3 という物体検出器を学習しました。ですが、シミュレーションはシミュレーションということで、やはり実際の見た目とは少し違いがありますから、シミュレーション画像のみで学習した検出器は、現実世界では、 え、精度が落ちるということがよく知られています。そこで、ここでは、シミュレーションで生成した画像とリアル画像を混ぜて学習させるということをしました。リアル画像は当然、教師データを手で作成する必要があり、一般的に非常に工数がかかる作業になります。しかし、Mattlab には、任意の関数をラベリングツールから呼び出すことで、ラベリングを半自動化して、え、行うことができるカスタム機能があります。 この機能を使ってシミュレーション画像で学習した検出器をリアル画像に適用し物体検出することで教師データを作成しました。当然精度が高くないので誤ったラベルが出てくるんですけれども誤っている部分だけを手作業で修正することで初めから手作業でラベリングをするよりもずっと短いコースでリアルデータにラベルをつけることができました。リアル画像のラベルが揃った段階でシミュレーション画像とリアル画像を混ぜて再度物体検出器を学習し リアル画像ででも十分な精度をを出出せるる物体検器高速に学習することができました。では、異常の画像についてはどうでしょうか。同じくシミュレーションで画像を生成できるのでしょうか。異常のタイプによってですが、十分にシミュレーションを活用することができます。 特に傷や汚れといった異常タイプですと、3D モデルの表面に貼るテクスチャーを変更することである程度模擬が可能です。さらに少し見づらいかもしれませんが、汚れの位置が移動しているということもわかるかと思います。このようにテクスチャーの座標を変えることもできますので、生成するデータの水増しも可能です。 実際にシミュレーションによって生成した正常画像でパッチコアを学習したものを検証している様子をご覧いただいております。検証時には汚れを模擬したテクスチャーを貼ったオブジェクトも混ぜて異常分類をしています。このように外観検査において画像がないという場合に 3D のモデルが入手できる場合でしたら無限に学習用の画像を生成することができますし、テクスチャーで異常を表現するということも可能です。 少量あるリアル画像と混ぜることでリアル、リアルでも使える異常検出器を学習することは十分可能です。時代はどんどん進んでいますよね。3D シミュレーションツールも積極的に使っていきましょう。それではまとめです。本日は皆様が外観検査 AI 開発を行おうと思ったときに、まず直面するであろう課題について、弊社なりの解決策をご紹介しました。 アルゴリズムとしては、まずパッチコアがおすすめで、次にファストフローを試してみるのがいいのではないかと思います。次に検証方法がわからないという方にも、式値の自動計算機能や混同行列など各種定量評価手法、そして異常箇所をヒートマップで定性的に評価するためのツールがあります。これらを組み合わせて多角的に評価を行っていただきます。最後に学習できるほどの画像がないというケースでは、3D シミュレーションの活用についても紹介しました。 これらの機能はすべて m a t l a b Shimilink からアクセスが可能です。様々な機能を使いやすく提供していますので、統合開発環境としてご活用いただけます。外観検査 AI 開発を大きく加速するパートナーが m a t l a b Shimilink です。このセッションは以上になります。ご清聴ありがとうございました。